い、皆さんこんにちは、松本バッチでございます。さあ、というわけで街道 G スタイルサード、第2戦目を迎えました。街道 G スタイルとは、グランパ中野店、グランパ大久保店の2店舗を私が巡りまして、癖、構成点の投入の仕方、そういったものを見抜きながら、サードの目標は7777枚、これを達成しようという企画でございます。第1戦、グランパ大久保店さんで実はですね、収録日昨日、行いまして、まあ、ある程度ちょっと手応えある台掴んだんですけど、マイナスの111枚、残念ながら惜敗ということで、目標が約8000枚ぐらいですかに若干後退したという状況で、グランパ中野店で2戦目を今日行わせていただきますということで、抽選の方が15万、素晴らしい数字を引いておりますけれども、もう設定推測に重きを置くか、それこそ自分とその今までの戦歴を信じてホームランを打ちに行くかの2択です。なので絆だったり、ハーデス、まあ、その辺で設定推測をガチッとやるか、まあ、凱旋、かな、もうメインとしてはもうホームラン狙うとしたら僕はもう凱旋っていうバットしか持ってないので、ここにはホームラン用のバットは凱旋しか刺さってない。あと大体バント用なんで、こう短いやつがクッてこう当てるね、エグレカセブッってこうやって当てるやつしか入ってないんで、まあ、どっちかだとは思うんですけど、それでは、大事な大事な第2戦ということで、7777で約8000枚を抱えております。さあ、グランパ中野店での街道 G スタイルサード初戦でございます。それでは実戦頑張ります。お願いします。さあ、行きましょうか。じゃあまずは凱旋の島、おっと選びたい放題だ。あ、そう、これ一応真ん中ぐらいに陣取っちゃおうかな。とりあえず凱旋を一発入れてだ。でちょっと何かないかだけ見てこようかな。さあ、それではですね、ミリオンゴッド神々の凱旋のコーナーに腰掛けてしまいました。まあ、狙うは5000枚クラスの大量出玉、行ってみましょうか。すでに周りは2台ほど当たっております。さあ、まあ、閉店時のゲーム数がわからないんですが、とりあえず1回当たるまでは行こうと思ってます。設定の分かりやすさで言ったらハーデスの方が圧倒的に上なんですけど、まあ、どうしても得意不得意の印象というか、まあ、好き嫌いで僕は凱旋を選んでしまいがちなんですよね。まあ、もしね、これダメだなっつってスカルならスカルで、あんまり負債を抱えない形でね、席立てればいいなと思ってるんですけど、まあ、1周目勝負ですよね。まあ、僕が本当の凱旋とずっと戦ってきたそのメインルールというか、基本原則は朝1周勝負っていうところなので、まあ、高設定の挙動というか、あまりに違和感を感じる場合か、まあ、特殊な状況、やめられないみたいな状況のみ2周目行くっていう、なのでそのぐらいね、朝この、まあ、天井めがけて打って打ち出してって、途中で何か引くなり、まあ、天井まで行くなり、
その一発目に当たった GG がどれだけ伸びるかっていう勝負に結構ね、その木の凱旋の勝敗っていうのはおーっと関わってくるんですけど、今アルテミスの矢が外れたな。キナナ、右上がりキナナを引いてるので裏点の可能性がなくはない。で、裏点にいなければアルテミスの矢が吹っ飛んできてリプレイ外れるっていうのは4000分の1ぐらいでしか現れないので、もしかすると、もしかするかな。まあ焦る必要がないのか、凱旋の裏点は、当選するまで落ちませんので、たまたまかな。まあ、裏点にはいないかな、どうやら。初当たりの速さ的にはまあ悪くはないですよね。僕は当たってないですけど、平均して2300ゲームかな。2,4,5 の7台あるうちの5台が通す。まあ1台は確定役 SGG なんで、まあ、必ず揃いなんであれですけど、おちょっと強めの前兆出目が出てる。まあ、もしかしたら今の右上がりキナナ2発引いたので当たった可能性があるな。ああ、おった。367。初当たりがここで来た。右上がりキナナからの投手ですね。10時36分、投手が16,000円。よっ、あ、落ちてきた時はつかねえのか。白、なるほど。まあ、周りの状況を加味するとまだ追ってもいいかもなっていう雰囲気は漂ってますね。リープさんを、まあ、3回使ってはいますけど、何にせよ GG ついてる台がこれで7台中6台、開始40分、7台中6台が、400ゲーム以内に GG を引いている。まあ、違和感ややおかしくねえかっていう感じは漂ってる。ああ、一番右の台も当たったな。一応これで全台当たったね。まあ7台あって1台も朝一500超えないっていうのは鳴らしてみるとね、ちょっとおかしいよなっていう感じにはなりましたよね。ああ、1セット目終了。ここつながってればな。お、550は意外と強いシナリオだよ。いるか、たまに出せるけど、ああ、いない。一応強シナリオでしたけどね。ガセ通常以上にはいそう、かつ周りの状況が非常に慌ただしいので2周目いきます。ここがいわゆる前代系の可能性は十二分にあると思う。ああ、天国は天国順位。これは当てちゃいたい。ああ、天国だなこれ。567、
いや長いこといるな鎧。チャンスメモめちゃくちゃ出てる。野菜。ああ奥に行った。分かってるんだ、天国にいるのは分かってる。当たれっつってる。おっと黄色い数字が目立ち始めたぞ。あ遅れた。まだいるね。ようやく行った。長かったな。天国上げてからおそらく当たった。ただそれでもやっぱゲーム数的には非常に浅めですよね。300ゲーム手前なんで先読みはなしと。このまま揃う。271黄色でお願いします。白初当たりは早い。追加投資が6000円、22000円。確かな違和感を凱旋の島から感じながらなぶり殺しにされていくっていう可能性はありますね。まあ、確実におかしいなっていう雰囲気が出てる。まあもうまだ1時間ぐらいですけど、このぐらいの挙動だと、まあ、僕の第1台ではいやまああるよ全然っていうレベルですけど、周りとこう見比べてった時にこの凱旋が何らかの対象であることはほぼ間違いないと思ってます。おっとそりゃそうか。雨ぐれいった。なんかループしてるなそれ。ああいう出し方が一番気持ちいいよな。設定花から別に気にしてないんだがみたいな、そういうね破壊力ある出し方が凱旋一番気持ちいい。ここは抜けるかもな。327枚。確かに天国で当ててるんですが示唆がないのでいないんじゃないかと。見てもおかしくはない。554弱いな。残念ながらストックはなし。天国にはどうだろう。微妙な感じかな。当たってほしいよ。もう右上がりきだな、右上がりきだな、中段のきだな。全長は長め、よっ。当たりそうな雰囲気。イカズチが落ちてきそう。どっかで さすがに当たれ。いくらなんでも当たれ。どっかでこれ全長。ああ当たった。いた先告知レバーオン。これがね前兆中じゃ絶対ないっていう時にこれが起こると結構ゴッドの可能性が高いんですけど、ゴッドというか確定役濃厚で、でも ここから赤ならもおそらくあるとは思うんですけど、ここで左にガッと7が止まるっていうね。よし やっぱ悪くないと思う。
っしょ、頑張れ。249枚、キナナの機嫌が悪いな。よっ、そろそろループ取ってもいいんじゃないか。228、なし。3連3連ですけど、いそう、どうだ、微妙か。あー、当たったっぽい。ひなな3連が当たったっぽいぞ。明らかにキナナ3連から全長が8、あ、でもあれだっけ、右上がりキナナ挟んだっけ。いそう、いる、よし、多分いる、ファイン、オッケー。うーん、当たるっちゃ当たるっていうね。んだ、鼓動がいいなっていう時は僕大体ね、なんか外線競り負けてしまう節があるんですよね。あー、これ悪くないとも初当たり引けるとか、 G ストップから、あ、リプサーから G ストップ2回出てきたとかっていう時に限って引き負けるっていう、まあ実際冷静に考えれば展開悪い時の方、展開悪い時しか挙動って冷静に見れないので、まあいいわこれってなるときは、GG が続いてないときっていう話なんですけど、ただもしかしたらその、あ、これはいい、設定いいぞっていうのに頼りきりで、もう自分で何かを引っ張ってこなきゃならない力がこうおのずと落ちていくっていう、そういう可能性はありますよね。こんなもん1やわっていうときはもう引くしかないって打ってるから、あくまで仮説、オカルト地味な話ですけど、276枚、よいしょ、3連なんでね、どうでしょう、1個ぐらい出なそう。オール単発、今日は初当たり4回全てストックなし。しかも300枚超えたのが1回だけというご機嫌斜めっぷりでございますけれども、刺さった急に。んーだ、46だと思う多分。ただ投資は膨らむ一方、おそらく通常からの、右側力な当選。ここまでの挙動を見る限り1とか2とか3ではないはず。
少ない、やっぱり、まあ、少なすぎるってことはないですけどね。これも単発だろうな。通常から当たったやつはなかなか冷静からね。庵野純、鏡かけ、ありえるな。あー、いったんじゃない、よっ、 OK。 やっぱり下ではない、これも中段リップが刺さってるな。まあ、いわゆるですね、全然まあ今負けてるわけですけど、もう下がこんなに当たるわけないっていう当たり方はしてる。はい、よいしょ、1本目ショットが降臨、他の台でーって。まあ、今のこの初当たり全部今、まあ、おそらくこれも単発なんですけど、この今6つ目かな、6つ目の初当たりの中に3つぐらいかな、3つぐらい下ではもうほぼ起こらんっていう当たり方が入って、通常以下でのいきなり当選っていうのが2個3個入ってるんで、いやいや、あとは出るかどうかなんですけどね。で、270枚ぐらいなんだよな、ずっと。通常とかで当たってるものがこれはまあ練習ないでしょ、でやるしかないんですよ、もうやるしかないの。もう徐々に徐々にお金を減らしていくか、引くも引いて俺が勝つかのどっちかなんだよ。もう退路はないわけです、今日に関してはもう。ここまでね、凱旋に対して違和感を覚えてしまうと、それこそもうリプさん当たってれば満点みたいな挙動ですから、もう全然やっぱハマらんもんってなるのが6、 S かどこかでボロを出すのが4っていうイメージですね。親からは当たりそうな雰囲気出るよな。これ右上がりキナナを今立て続けに2発ぐらい引いたやつの前兆ですね。いそう、いかにもいそう。ここまでの挙動を考えれば全然当たってもおかしくない、むしろかなり熱い。あー、鏡、これでこの雷連続で鏡が出ればもうほぼ鉄板いる。やっぱり144、右上がり、いやー、これやっぱね、多分リップさんを当てれてないだけだな、早いもん。146ゲーム、397枚、サーロイ、関西地626553385、おらん、
ホーラン7連続単発トイレ行ってきます一回すいません。ここにキナナがいりゃね爆発の契機にはなりましたけどね。ただ後ろに2個キナナ並べればいいだけの話なんで、もう満載。はい青7 ああ左に回ってドン天国に行った。あこれが前兆にいるようだとキナナ3連ですね。おおもう当たる。追加投資1000円。おそらくキナナ3連のあたり。243元よし。30分に1回、まあ、20分に1回ぐらいずつ GG を1個ずつ当てていく作業。足りません。あった。ここだ。リプレイを引っ張ってきて G ストップを引っ張ってきて、そこで何かを揃えて初めての上出しをする。よしそれ初めてのチャンスだ。今日初めての回戦らしいところだ。ここからリプレイを立て続けに入れていく。もうまず数字揃えることよりも青7揃えることに序盤は集中します。左第一もしくはナビなし。右はあかん。右はあかんの。右はノーチャンス。立ったら鏡。ここはいらん。切り替えていこう。7それは1ならば3なら1。よしさっきさっきの V。 よいしょ。おっと来た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 。さあ来い。オーケー。 SGG のご降臨でございます。